はい、えー、こんばんはポポンプグニャンストリームですということでえー、ちょっと寝てましたっていう <laughs> 急遽、アメニジさんとえー、ちょっとお話をしましょうということでねえー、ひろおもんさんこんばんはということでアメニジさんこんばんはあこんばんははい,いすいませんね いいちょっとあの帰って帰ってきてから寝てたもんでね。もう。ええ<あー> <laughs>。よかった,よかったね。よかったですよ。もうき急遽起きて。急遽。ええー。準備してました。お疲れ様です。はい。はい。アミンさんはもうええ投票行ってきましたか？期日前投票。ああ実はまだなんです。あまだあ僕もまだ行ってないですけどね。 僕もね、うん、もう忘れ、ま、もう、もう当日行くかもしれませんけどね。本当にあ<ー>あ。うです、ね、こ,これは、何の画像ですか。どこ、<あ>どこ行ってきたの。こちら、こちらはですね、あの吉祥寺に。十四、うん、日の日曜日に、うん、あの小池晃さんと吉良よし。よしこさんの。あの、街頭演説があったので。 吉祥寺でねええそう午前中にちょっと行ってきました行ってきましたかおおお疲れ様ですいやもうねいやもうキラさん本当にキラヨシコさんさっきもあの j x クス通信に東京と大阪のなんか終盤情勢みたいなのが変えてたんですけどもええ ちやっぱ吉良さん、えー、あ丸川さん吉良さん<え>で、えー、公明党の山口さんというねこの並びがねんあ相変わらず変わってなくてね<ー>いや本当にねあの<え>山口さん公明党の山口夏夫さんが吉良し子さんに負けると。 本当に大変なことになるみたいの、公明党の山口陣営はですね「キラさに負けたら敗北だ」ということを言ってるみたいでね時事通信にも書いてたんですけども。えー いやだからね、木良さんが2位,2位でなって山口さんが3位やったら本当に公明党にとって大変なことに、ねうん、なるっていうねいやが頑張ってほしいなっていうねう <laughs> ああもう大変なことに <laughs> いや,<ー>いやどうでした木良さんの<や>演説っていうか様子っていうか演説はもうなんだかこう日に日に、うん なんか迫力が増しているというか聞いてて本当引き込まれる感じですよねいやキラさんもねやっぱりこう、うん、なんかねすごいやっぱり自信のある感じっていうかねそうそうあそうですよねえビ B ニートさんキラさん着用の「ワンピースは私のデザインです」とほんまかいな。 う嘘を言うたらあかんです <laughs>、えー、<laughs> いやいやほんまにほんまに、まあ、デザイナーさんなんですかねデザイナーさんなんですかすごいですね、えー、なんかこうなんか狭い、えー、範囲が狭いですねなんかねキラーさんのワンピースデザインしてる人が来たりとか、えー、すごいですね,ねキラーさんの ど,どのワンピースなのかな。どの、どのワンピース。聞いてみたか。どのワンピースやねん <laughs> うんあ。でも、吉良さんは割とワンピース。姿の。なんか印象が強いですよね。おおおいや、そうそうそう、ね。ねいや、すごいですね。い<や>キラいい昨日の秋葉原の。 <laughs> ど,どこのやねんロ,ロロさんちょっとおっし、ね、いですねそうですね、えー、あ竹内さん宏さん宏右衛門さん太郎さん絵馬加納さん妄想レティクルザさんありがとうございますということでね まあ寝起きやからね、僕ね、<laughs> ちょっとね、あの <laughs> <laughs> ちむちゃくちゃ言ってるかもしれませんけどね。<laughs> <laughs> いやすごいですねいや、キラさんのね、デザインした人が来たりとか、ねねね、なんだかね、ちょっと楽しいです。<laughs> うんいや、僕もね、あのポポンさんって手振ってもらいましたよね、<あ>あのカメラ越しに。 <laughs> あ,れあれは嬉しいですけどねあれは嬉しいですけど <laughs> です、ね、いやだってねいやほんとその、うんね、あちこちで演説されてて声もね少し枯れてねキラさんだけじゃないですけどね<あ>皆さんと、ね、<う><僕>もう喉がね、えー、喉ががほんとにもうそれ大変ですよ。 えーうん、あごめんなさい、ポポンさんは何か公明党に遺恨でもあるんですかと、いや、あのね、いや、ないんですけど、あのいや、だから、時事通信のねあの、公明党の山口陣営が、キラキラに負けたら敗北だっていうね、そういう <laughs> あの、勝手にこう、自分で勝敗ラインを出してきたっていうのがね、僕にとってはすごいなと思ってね、本当に。 <laughs> いやいや逆にこれでね木良さんの木良さんにも注目がね集まったんちゃおうかなっていう意味でよかったかなと思うんですよね僕はねそうですよねそうそう <laughs> <laughs> いやいだ,だってねもう丸, <laughs> 丸川さんとか木良さんとかもう山口さんっていうのはもう固いってい思われて。 人たちですからこれ、ね、あのいや逆に、あのー、投票にされへん票入らへんかもしれへんわけですからねもう,もうじこの人大丈夫やからみたいなね。<ー>おでそれがキラさんが山口さんに順位で勝ったら山口さんがね危ない危ないやめなあかんかもしれへんっていうのは。<laughs> あのすごいね面白い選挙になるんじゃないかなっていうねうんいやだって公明党って本当あの大阪もそうですけどさっきの JX 通信のやつも載ってましたけど公明党がちょっとやばいんですよね大阪でもねあのもう大阪はてそう定数4なんですけど あの維新2人と自民の太田夫妻さ,さんまでは決まっててで最後の議席をあの公明党の杉さんと辰巳孝太郎さんとあと立憲の亀井さんが争ってるんですよね。あのあ<ー>ほんで,、はい、で JX さんやったら杉さん公明党の杉さんと辰巳さん、はい と亀石さんという順番やったんですけどであの地元の毎日放送とか TBS 系の JNN の世論調査やったらあの、うん、辰巳さんの方が公明党より前に出てたんですよ昨日,昨日の情勢のやつではね、はい、だからね本当んあはもうはっ、まあ、ても公明党と辰巳さんが接ってると言っていいんちゃうかと まあ団子状態やと思うんですけどあ、毎日放送やったらね、毎日放送が JNN の世論調査やったら、辰巳さんの方が、ちょっとだけね、あの、まあリードっていう、リードとかもか僅差ですけど、うん、そやからね、本当に大阪の人も、あの、まあこういうのを見てね <laughs> あの、よく考えて、あの、投票に、 言っってもらたいうん、ね、うん辰巳さん<え>には本当頑張って当選してね<え>いただきたいんですけどもう維新がねまあ維新が強すぎるっていうのがあるんですけども、はあ、JX やったら公明共産立,立憲の順なんやったんですけど昨日の MBS のね毎日放送のやつはね、うん、公明あ公明じゃなくて 辰巳さん、ん明、立憲ってなっててなたんですよね、はあ、うんで国民民主党の,あのニシャンターさんっていうねスリランカ<ー>からの方は、えー、ちっもうーーだいぶ厳しいなっていうスリランカなんですよ。まあポスターはすごいインパクトあるんですけど <laughs> ニシャンターさんっていうね。なんかね <laughs> なんかけ、掲示板、うん、大阪の掲示板見てた絶対ね、西アンタさんのね、とこに目行きます <laughs> え、え誰これみたいな。なんか、西アンタさんって、なんか、なんか、いや、僕は全然知ら、ご <laughs> 存じあげなかったんですけど、なんか、テレビとかね。<laughs> なんかね、ラジオとか出てはるみたいですけどなんか私ラジオでね、うん、なんか聞いたことあるんですよね <laughs> あ,あそうですか、うん、ゲ,スゲストでなんか西アンタさんがラジオに出てた時があった気がするんですけどいやいや僕もツイッターであで「西アンタさんインパクト」あの掲示板で見たら <laughs> 絶対目がいくからね、西あんたさん。あ、いや、一人だけ違う人おるな、みたいなね。<laughs> えー、いや、インパクトあるなって言ったら、西あんたさんから、あの、ありがとうございます、みたいなね。<laughs> あの、返信はいただいて。うん、ま,まあ、でも、情勢的にはやっぱ厳しいなっていうね。えーえー、とこに来てますんでね。ねでえー、まあ、やっぱもう、 まあ、公明党とも辰巳さんの接戦かなっていう,<ー>もう僅差ですけどいや、まあ、だからもう誰にあ<ー>あのら入れはってもいいと思う、まあ、そういう情勢というのを頭に入れた上であで投票所に行ってもらったなと大阪の方はね。あちゃんこんばんはいやいや話せないです。 東京もね、本当に、あのー、丸川、吉良、山口の順がほとんど,ど、あのー、ん大手新聞、読売とか朝日とか毎日とか全部そういう順番ですからね、この順番通りやとうもうなっちゃんやばいですよ。もう なっちゃんって誰やてね。<laughs> なっちゃん誰かと思っちゃう。<laughs> あーあー。や <laughs>、山口さんです。山口那須男さん。なっちゃん、本当にね。可愛い名前の人いたかなと思って。<laughs> うん、いや,いや<ー>自分でなっちゃんって言ってるんですよね。<laughs> えー、なっちゃんって呼んでください。いや、言ってるんですよ。<laughs> <ー><ー>あ、そうなん。 もう公明党のなんかアイドルみたいなね <laughs> あれなんですええー、<laughs> って感じですか、うん、す,すごいですよほんとにま、うんうん、さんひ,ひらがなで西あんたさんね,ねそうそうえた竹内さんちょっと待ってくださいね、えー、自民党は丸川さんが安泰で 竹見恵蔵さんが危ない,と言われているとあっこれがねあの、まあ、これもちょっとばらつきがあるんですよねまあ電話調査やからあれなんですけど武見さんは安泰というあの評価もあれば武見さんがあのちょっと危ないんちゃうかみたいなねあまあこれは、まあ、談合状態やと思いますよ。 野党さん・京都3公明は大阪だけでなく兵庫愛知でも当落線場と FNN <ー>そうそう兵庫もねなんか票が足りへんみたいですね当選させるだけの票っていうのをあの、難しいってことだから公明党が本当に今回あの危ないっていうか。 本当に余裕がない感じなんですかねない,ないと思います、えー、だって山口さんも大阪に2回大阪入りしてるんですって、えー、なんかね、うんうん、でこの間の「朝日新聞」でも本当に今回の大阪は大兵庫もなんですけど、えー、あの初めて まあいつもそんな落ちる心配してなかったけど今回だけはもう当落線上というか本当にあの杉さん落とすかもしれへん不安になってると重い空気だったみたいなことを書いてたんでね朝日新聞にねこれがね本当にまに今回の見どころちゃうかなっていうあの選挙好きな人はね あけみ、塩村、山岸が団子と。うん、いや、まあ、まあ、東京も面白いですしね。そうですね。うん、東京も。うん、あと神奈川選挙区もなんか。あ、神奈川もね。そうですね。浅香由佳さん。今頑張っていらっしゃいますけどね。あ、そう。 うん、浅,浅香さんと松沢さんが競ってるんですからす最後の議席でね。んかあの松沢さんってなんか江戸城再建とか言ってますけどな、うん、うん、なんですかね、うんうん なん、ね、で江戸城やねんっていうねっずっこけましたね <laughs> そんなこと言ってるんですかそ,そ,です、ね、そんなこと言ってるんですかなんか、ね、<ー>ご本人のなんかツイッター松沢さんのツイッターを見たらなんかでかでかと「江戸城再建」って書いてありました <laughs> なな神奈川で,神奈川で <laughs> 江戸城でで神奈川にあったんですか江戸城はね小田原城ぐらいしかないと思うんですけど、うん、あそうですよいやわ訳わかんないです訳わ,わかんないなと思う,ういやね辰巳さん勝てるんといや今本当に辰巳さんと、まあ、孔明がまあ、まあ、今まってる状態ですからね本当に。 昨日は辰巳さんが孔明を抜いてたっていう情勢も出てたんで、うん、本当にもう緊迫した状態ですよ大阪は野原さん現在9位音喜多さんの次ぐらいになってるんですかね今のところねああそうなんですねう この JX の米重さんもね音喜多さんの後ろに野原さんがぴったりくっついてるみたいなことを書いてはりましたうんさ埼玉の伊藤学もう一歩<ー>、えー、埼玉もそうですね接戦なんでしょうね、うん、そうそう埼玉もねあの定数4ですからね,あ,そですねあのうん まあ伊藤岳さんがあの、まあ、滑り込めるかどうかみたいなね。うん、うんあこの間朝日かなんかねどっかの新聞には公明より勝てたみたいなね、うん、そういう調査も出てましたけどね。えー、あ矢倉さんっていうのかね公明とは矢倉さんという方が出てて。 それも伊藤岳さんのほうがまあでもこういうのこういう情勢を見てあの票を回したりとかねそういうのあるかもしれないね。そうなんかあの小池晃さんの,あ<ー>あの YouTube のチャンネル見てたらですねええー。神奈川選挙区の 自民公明がね維新の松沢さんに票を回すかもしれないみたいなことを小池さんが言っ,、うん、言ってたんですよ小。小池さんが言ってたんですか, <laughs> いやだ,かあそだからそれがあるかもしれへんが怖いんですよねだ。だってもうみんなそういう情勢を見て動いてるわけですから。 圧倒的に勝てるね <laughs> 候補者がいたらそこから票回したろうとか<の>与党とかね五条再建なんて言ってる人に票回してほしくないんですけど本当に、うん、ふざけてるのなと思って歴史学さん立憲がダメなら亀井さんを下ろして合流させればと <laughs> まあねまあそういう調整ができたらね あああののいいと思うまあ、そういうのね、複数区ではね、やっぱなかなか難しいでしょうね。公明党は最近、ぎりぎり競り負けてると、こんにゃくさんね、そうそう、最近、あの数票差で公明党が負けてるっていうのが、あのこの間もね、六票差とか四票差とかで。 地方選で競り負けたというのありましたけどもさ維新の沢田亮さんがツイキャス配信者 YouTuber が応援演説してるとへえん,んでなんでしょうか彼も配信者だからへえすごいですね,すごいですねあ 今アメニーさんね、アメミさん YouTube 見てへんかもしれませんけどあの今200人ぐらい、はい、あ,あのい聞いていらっしゃいませんあそうだプムヤンショおめでとうございました600600<え>600じゃないや6000人ごめんなさいあそうです6500人超えましたねありがとう <登録 S 1> 昨日ねはいきき昨,昨日から今日にかけて560人ぐらい一気に あのチャンネル登録していただいてありがとうございます。ありがとうございます。まあもう僕寝起きなんでね、ちょっと頭回ってないんですけど。ありがとうございます。ありがとうございます。ね。マガさん、兵庫も公明党が2位3位争いで。 立憲,さん立憲民主の安田麻里さんが勝てば公明か維新が落選すると。うん<ー>い兵庫って定数えっ3ぐらいじゃないですかこれね,なんかねちょっと分かんないですけどね。おいやだから公明党は兵庫も危ない言われてるんですよね本当に。お 当選,当選するだけの票っていうのをか持ってないとかね、うん、そんなんやったと思いますよ。選挙で憲法の議論しないのは気になりますねと。うん、<ー>ねっ憲,憲法も大きな争点ですかねこう会見。んか「モーニングショー」とかで一生懸命やってますけどねなんかその。 <あ>憲法の話とかね。昨日,昨日かな。昨日ですね。昨日でしたっけ。えー、あ誰が出てたんでしたっけあれなんか。えっとあの木村壮太さん。あそう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 。えー、憲法のね解説。昨日あのツイッターのトレンドでもなんかあの。載ってました。ランク入りしてました。あの緊急事態条項の話をしたとか、ねえー、そ,うそ,うそうらしいんですよ。 それでなんか木村颯太さんが緊急事態条項のことをテレビで言ってくれたみたいなわーってなってました、まあ、<laughs> うん,うんいや、ね、でもほんと当,本当他のテレビであんまりやらないから「モーニングショー」ぐらいですよねなんかね順番になんか年金とか消費税とか憲法改正の話とかね取り上げてくれてるんで。 いやテレビで本当に何か大切なこと言いませんからねあれね本当にそうい、ね、どんどん放送してほしいですけどねうんいや本当に何かそれでこう大切なことをあんまり取り上げないでただこう、うん、なんか野党が迫力不足みたいなことをねなんかただ野党の批判みたいなことをしてるっていうね なんかちょっとやっぱり権力の監視する装置としてのこうマスコミっていうのがね役割を果たしてへんなっていう感じしますけどもうちょっとなんかしっかりしてもらわないと。うん <laughs> なんかなんにも分からないまま投票しちゃう人いっぱいいると思うんですけど、ね、います,います トリコさん、アルトさんとアメリーさんのおかげやで、と。えーまあ、アルトさんも、ね、<あ>すごいですけどね。アルトさんもね、いろんなとこ。千葉も行って、<ち>我は埼玉も行って、伊藤岳さんと。千葉は浅野文子さんというね。浅野さんも本当に到落戦場というか、 さん当選してほしい方ばっかりなんですけども兵庫は定数3で自民公明維新・立憲共産 N 国の争いとえー、え <laughs> N 国うん,うんだこれがあれなんですよねだ立憲が入ったら公明がやばいということねうん。 安田真理さんも結構あのいい予想されてたんちゃうかなと思いますけどね入るかもしれへんみたいな、はい、うんいやもうすごいすいませんねもうあのどっちもコメントが多いんでね YouTube もツイキャスもね <laughs> あのコメント多いんですいません <laughs>、うん、あっ奈さん今日は議員年金の特集でしたと「モーニングショー」 あ,あ,あ<ー>今日もやってた、ねうん,<あ>ん MHD さん、マスコミの忖度がひどい。うんうん、ミッチーさん、えー、ありがとうございます。すいませんねも、もう。ポポンちゃんのおかげもあるでと。それは、音追で書いといてほしいですね。なんかね <laughs> あの、ツイッターにね。<laughs> <laughs> 毎日ポポンちゃんの YouTube 三昧をありがとうございます <laughs> いや本当にもうだ,だからね僕のコーナーを見てくれたり拡散してくれてはるおかげでねまあなんか多少効果あるかもしれませんからねこうなちゃん 二三秒ぐらいはねあの <laughs> いやいや僕とかアメニシアのある,あるんちゃいます多分 <laughs> ね選挙にね気がちょっと影響あっ、ね、くれると嬉しい愛知選挙区定数 <laughs>、うん 4も共産党が4位当選したら公明党は落選濃厚と<ー>もう愛知も結構良かったんちゃいましたっけ、うん、結構今回公明党がね本当にちょっと危ない感じなんでねそこはね面白いなっていうね、うん、思います やっぱりなんか辺野古の県とかなんか影響してるんですかね。うん、かいやそれもあれ、年金とかね。あまあ年金 <laughs> 年金もそうですし、うん、そのねえあのこうあの大阪でも東京でもあの裏切りまくってますもんね都構想大阪都構想とか。そうですよね。 東京やったら自民党をねやっぱその裏,裏切るっていうか自民党と手切って都民ファーストとくっついてね、うん、でもその都民ファーストは衆院選の時に希望の党で国政に出たんですけど、うん、全然あかんかったっていうね、うん、だからちょっと公明党がね空回りしてるっていう、うん、っていうのはなんか思いますねね 批判票がどこかに流れたり公明、うん、なんか総科学会の方全員が公明党に入れるってわけでもないんでしょうね、うん、いやだから今回ね野原さんがね東京選挙から山本太郎さんとか出てますけども、ね、でこういうね今の公明党はおかしいっ言うて、ね、あの選挙出張るぐらいですからね やっぱりかなり不満があると思いますよ。うんすね、うん。やっぱりね、いや真面目な人多いと思うんでね。うん、あの、あのその公明党支持層っていうのはね。うん。うん、いやだからまあそういう意味でもね。 やっぱりちゃんと今が公明党がちゃんと役割果たしてないんちゃうかっていう創価学会の人たちも多いんちゃうかなっていうね。うんうん、龍馬さん、100年安心年金ね。これは公明党、うん。全然ね、お前、2004年のビラと書いてることは違うがないよね。 創価学会。ねえ、ほんま。創価学会の知り合いがいますが、都構想賛成に怒っているよと。そらそうでしょう、うん、女も。そりゃそうでしょう。<laughs> <ー>うん。う大阪の自民党はまだね、頑張ってるのにね、都構想反対で。<laughs> はや、はや,や、ね。公明党さんは。うん、お。 だからそういうのもあって今回大阪でも危ないんちゃうかっていう情勢になってるんじゃないのかなというね思いますよ。いや愛知県は、ね、須山さんという方ですね共産党はね。 この方も結構、うんあの、追い上げてるっていうか、えー、いいとこいくかもしれませんね、本当にね、うん。いや、だから分かんないですよ、本当にね、情勢調査もその、の蓋開けたらね、かた言われてた公明党が本当にどうなるかっていうのはね、分かんないですからね。しかも あの今回は公明党が本当にやばいと言われてるっていうね、うんうん、まあそういう意味ではね真面目に考えて投票して、うんうん、公明党を見限ってる人もいるんでしょうけど、うん、あ、沖縄はね、うん、まああさとさんはちょっと苦戦って書かれてましたからね 沖縄は野党・京都の宝哲美さんが、まあ、あの優勢というか、まあ、優位って書いてるとこもあったような気するんですけどまあいいやろうなっていう感じです、ねまあ、だからあと一人区とかねあのどれだけ勝てるかっていう、まあ、それもだんだん一人区でも優勢なとこが増えてきたという。 のも書かれてたんで毎日新聞にうん、うん、まあ頑張ってほしいです野党はね野党共闘でねずっと頑張ってますけどねこれでねどういう結果になってくるのかまだねわ、うん、<laughs> かんないですけど、うん、そうです、うん、16日ですもんね、まあ、あと とあと5日あと5日だうで1718192021選挙運動はあと4日ですね終わりですか、うん、野原さん頑張ってとミッチーさん、うん、さ公明党出さない、うん、なっちゃんと 総会を出す野原さんどうなること。えー、今日はなんか八王子に野原さんが来てたみたいなんですけどね。あ、そうだ。見に行きはった？あ、ちょっと行か行かれなかったっい。い行かな行かなかった行く。うん、そう行かれなくて、ちょっとなんか夕方に多分、うん、なんか駅の八王子駅の方に演説されてたと思うんですけど。 あ、そうですかまあまあ野原さんまあさあもうねもういきなり出馬決めはったからまあ、演説とかははっきり言ってあので、全然やなと思いましたけどただそのね創価学会っていうインパクトはねあると思うんでね。いやーあるでしょう。<laughs> <お>う でしかも八王子でっていうのもね面白いんじゃないですかもう創価学会のまああの第二の聖地みたいなとこになってますかね八王子もねそうですねうそ創価大学がありますからもう。うんでも八王子のドンキホーテの前かなんかで、うん、演説されてたのかもしれないです なんかこの写真を見る感じではドンキの前なんですねドンキの前にねちょうどなんかスペースがあってですね、うん、<laughs> ちょうど人が集まれるぐらいのちっちゃいスペースがあるんで <laughs>、えー、<laughs> なんか駅前が今工事中なので最近なんか、うん、八王子はドンキの前へ行ってやるみたいですへ <laughs>、えー あ、そうなんです。まあいや八王子もでっかいですからね。あのほんまにあれ違うのかな？うん、ち違うんかいって <laughs> <laughs> いう。あ、すみません。そんだけ言って違,違う違うんかい。K 八ですね。あ、K 八の方だったのかな K。K 八というのは K を八,八王子。あ、うん、K を八王子？あれ？ うん、も,うすもうすごいことになってますねもうツイキャスも82人ですけど YouTube ライブ240人ぐらいの方がね今聞いてもらってますんで関心高いですね皆さんねえー、なんか今野原さんのなんか写真を、うんうん 八王子で今日なんか演説されてた写真を見てるんですけどなんかあっちこっちの景色が映ってる感じがするんで <laughs> あれあ最初はなんか八王子の本当に駅前だったみたいなんですけど、うん、何か所かやったんですかねちょっとなんかかんないそれはいろんなとこね回ってあるでしょうねだって野原さんはねあの信濃町の学会本部前とかでも うん、やってはりましたからねまあだからまあその辺には別に学会の人が住んでるってわけじゃないですけどインパクトはねやっぱりあると思うんですいません、ね、ちょっとね、えー、龍馬さん中さん大松さん儀礼、えー、さんっていうんですか浩二さんありがとうございます。 公明党がなかったら軽減税率はできませんと、えー、ね、本当にまあ軽減税率もね賛成ですかっていうかいやだからそのもう曖昧ですからねパーセに8%なんでしょう軽減税率言ってもね、うん、でおむつとかは軽減税率に入らないとかっていうのをなんかニュースで見ましたけど。 は基準がようわからんなっていうねへ、ねうん、かもう消費税のせいでなんか、うん、<laughs> あのうんうん,本当になんか心配になってきちゃいました、ねうん、なりますよね 10%1 割でしょこれね結構な金額になっちゃいますからね1年ってね、うん なります。考えたらね、うん。いや、ね,ね。だそれでその老後が保障されるわけでもないですしね。今のまんまやったらね。そうなんですね。だ負担だけ重くて老後も不安っていうね、そうそう将来が不安っていうのは変わらへんわけですから。ね、こんな。 りなんか不景気なのに消費税をね上げるなんて言ってるから本当にちっちゃい店なんて潰れちゃうんじゃないかなと思っていや本当そうですいやだって今ね日本安倍さんがねその韓国に対して輸出規制みたいなのやってるとか言ってますがあれももろ刃の剣っていうかね いや、あれで、さらに日本、うん、日本の景気もね、大丈夫なんかなっていうね。そうですね。えー、なんか、株価が下がったみたいな、なんか。あ、あ<の>そうですか、やっぱり。ニュースをはい、見たような。やっぱ影響出てるやんね、んね<え>。<laughs> まあ、これ聞いてる人はね、朝、あの、いろいろ、ね、問題意識ありますけど、他のね、人たちが、やっぱ投票行ってくれへんとね、ほんまに、あ、えまかのさん、え、田さん、守護職憲法さん、駅前散歩さん、昭和レトロさん、ありがとうございます。もう、いっぱい、 参院選やからいっぱい聞いてはるんでねもうちょっと追いつかないですけど、えー、すいませんもうねえっ白部さんこう辰巳孝太郎さんが「直球勝負」という本を出してますが清水正さんが「敵な修さんとの対談本」を出してるんですかこれいろいろやってますね清水さんも、ね、いや頑張ってほしいです 本あね、あ安倍さんっていうのはねあの <laughs> いや,いや何やったんやろなんあ<う>なんか今日言い間違えてましたね何か安倍さんま,あまたいやなんかあの自民党に投票してくださいっていう呼びかけをしてそ、うん、したらなんかなんだっけ <laughs> あのなんか旦那さんの恋人にも声をかけろみたいな、うん、なんか変なこと言っちゃったみたいでえー、何それ愛人に声かけろみたいななん,よくなんかあのとにかく知ってる人には全員になんかあの、えー、広げてってくださいって言いたかったんだと思うんですけどなんか変なこと言っちゃったみたいなんで、うん、<laughs> そんなこと言ってだめじゃないですかね <laughs> 旦那さんの恋人って <laughs> <の>どういうことみたいな,、ね、な不倫進めてんのかいいや,いやだから安倍さんもねほんにまあ激戦区っていうか本当に一人区のあの野党が勝つかもしれないというところとか回ってはるみたいなでね もうどっちか勝つかわからんみたいなとこあケバブさんうさすがんす、ねうん、ケバブトロクさん<ー>安倍氏お父さん恋人も誘ってと<ん>、うん、そういうことを言ったんですね <laughs> なんなんですかねほんまうう <laughs> 安倍さんもちょっとね暑さのせいでちょっとあの <laughs> おかしになってきたんでしょうかね。あ <laughs> なんか涼しいはずなんですけどね。<laughs> 何をるか、ね。冷 <laughs> えピタとか貼った方がいいんじゃないですか。冷 <laughs> えピタね。ちょっと頭に貼って。宮城県と愛知県を間違えた三原純子さん。 なんやっちゅうね、うん、どうやったら間違えるのかね愛知と愛媛は間違えそうな気がしますけどね何かね <laughs> 字が「愛」っていうの入ってるから「子供にお父さんと恋人にと」ってことじゃなくてと。 安倍さんも何言ってるか自分でも何言ってるか分からへんと思うな安倍さんもねん普段からねう愛知あそうそう宮城宮城県から立候補してるのが愛知さんというかね愛知次郎さんという人なんでねんややこしいもんねこれね確かに確かに。 さんと石垣典子さんがね立憲民主の石垣典子さんがんあの今競り合いになってると思いますよ。ね石垣さんやったと思うんですけど石垣さんも頑張ってほしいですよ本当に。ね、石垣さんの方がちょっとリードしてるっていうのもあるんじゃなかったでしたっけ、うん、で愛媛は永江貴子さんっていうね野党 統一候補の方があの優勢みたいなのも出てましたし。プミャン師匠ってなんかメモとか取ってるんですか？<え> <laughs> この,のメモこのこの県は誰が勝ちそうだとか、うん、なんかこう。いやいや僕一応新聞は読み、ね、<laughs> 読みましただ大体大体のは入ってますよ。 はあ、ちょっと感心してしまいました、えー、うんいやそれはねまあでもここの人が変えてくれるっていうのもありますからね違ってたらね、うん、あのって <laughs> あのー、<laughs> いややっぱり僕だってそれは気になりますもんねいろんな選挙区ね <laughs> 本当にいやだって吉良さんとも辰巳さんともお話ししてね倉林さんもそうですけど えー、<ー>そうですよね、うん、いやそれは頑張ってほしいと思いますもんね。うん、毎日は与党が三分の二割ると日記は与党が三分の二に迫ると分かれていると。うんうん、まだが迫るやから三分の二取るっていう感じじゃないんですよねこれね、うん。だからねあのー いやだから読売とか日経とかっていう、まあ、日経はまだあれかもしれませんけどなんかねあ<ー>まあ日経は世論調査であの自民党の支持率っていうかね内閣支持が高めに出るっていうのもあって、えー、まあちょっと差し引いてみた方がいいかなみたいな。いや僕は、ね、個人的に思ってるんですけど、まあ、毎日新聞もねもうちょっと。 あの、令和が2議席取りそうとか N 国が取りそうとかねうんちょっと攻めてるなっていう感じはしますけどね <laughs> あ<ー>おまあ、そういう意味であのー、面白いとは思うまあ、でも令和、ね、山本太郎さんとかは、まあ、1議席は取りそうだっていうのが、あのー、大体の見方ですかね他の読売とかもそうやったと思うんですけど。 すごいと思いますよ本当にうん。まあ読者層というかねなんかあのう受けというかあるとそのカラーはあると思いますよ読売なんかねほんまね <laughs> あの大体の情勢っていうのはそうかもしれんけどちょっとなんかね与党与党有利な方に。<laughs> 誘導してるのちゃうかなみたいなね思ったりね。入れたくななるよう感じでいやっていうかまあ与党が強いからもう投票行かなくてもいいですよみたいな,なんかそういうね意図を僕,僕は個人的には思いましたけどね。だからいろいろ見ることが大切ですよね。情勢の新聞とか書く うん、詳しく書いてますんでねうんまあ N 国はやばいやろとまあ、ね、<laughs> ま,まあでもそういうねそういうのが取りそうやって出たりするんですからねもうツイキャスであの。 <laughs> あ,のあれ、あの別のあれなんで揉めないようにね、あれね、<laughs> あ産,経産経新聞はねあ、独自でやってたんかな、あれ、ちょっとわかんないですけどね、まあ、そんなに変なことは書いてなかったのは気がしますまあでも、三分のに取りそうやみたいなね、そういう強気な書き方やったと思いますけど。 だいたいその与党っていうのはその後半に伸びがあるとかそういうなんじゃないですかね無党派層の伸びがあるとかあのどうしてもやっぱ野党の方が後半にかけて無党派層の伸びっていうのはあると思うんでなんか与党を勝たしたいとこっていうのは最初にバーンとねあの与党が絶対大丈夫みたいなね 書き方すんのかなと思ったりしますけどね,ねまあね世論,世論調査もすごいお金がかかりますからね,ね、うん、本当とにあ柳さん今回一番私が監視あんのは社民党は比例で2%ト取って政党要件を守れるかどうかと。 これもね、社民党ももう,もう崖っぷちですからね、社民党も本当に。あのー、社民党さんもね、いいこと言ってるんで、うん、なんか本当、もうね、まあ福祉、福島みずほさんを党首にしたらいいのになと思うんですけどね、まあ、又市さんがね、<ー>ちょっとあの調子がね、あれなんで、昨日やっと演説されたということで。うん まあね、なんかあのーうん、水穂さんのなんか国会質疑今年のなんか1月か2月だったのかな,なんかちょっと忘れちゃいましたけどなんかあの安倍さんって海外に行くたびになんかお金ばらまいてくるじゃないですかえええそれがなんか全部積もり積もってなんか50 5兆円ぐらいなんかそんなに怖かったんで,たうんでなうんでか最終的に何か60兆円ぐらいになっててなんかそれについてなんか質問されてたみたいなんですよね、うん、なんかそんなに海外にねばらまいちゃってたらなんか、うん、<laughs> 全然なんか国内に疲れないからね その分年金とかね。社会保障とかね回してほしいですよね。回せばちょっとでもね回せばいいのにんでそんななんか。いやだそれでそのね北方領土が返ってくるとかねそんなやったらまだいいんですけどいや全然そんなこともないですかねロシアのねプーチンさんは北方領土の。 協議はしないいっていうねこの間ニュースも出てましたけど <laughs> いや全然その違う <laughs> あのダメな方向に行ってるっていうのが今なんちゃうかなっていうね <laughs> 思いますけど <laughs> いやそんだけね海外にばらまいて帰ってくるんやったらいいんですけどそれ以上のものがねそういうことは なないいいんちゃうううののっっててねは思いますよ、うん、なんかあんまりよく分かってないんですけど私も <laughs> なんかその海外にばらまいてるお金っていうのはなんか特別会計とかなんですかねなんか一般会計と特別会計のそのなんか違いがちょっとあんまりよく分かってないんですけど <laughs>。 いや僕も全然その辺分かんないですけど、ね、<laughs> <ー>だ誰か詳しい人を教,え教えて <laughs> なんでそんなに配ってんねんやねお金をねホント不思議なんですけど <laughs> いやそれ国内でちゃんと使ってほしいですよねやっぱねそうなんですうん三坂さん初見です公明党どうなりますかと <60? S 1> 大阪 大阪、兵庫愛知やばいですよと、えー、公明党もね安泰じゃないというのがだんだん、あのー、衆院選でもねなんかいくつか落としましたけど参院選でもやばいんちゃうかとうん本当にやばいというのが今みたいですねケイ、えー・マイケルさん外為特別会計でしょうとそういうのはあるんです うん、ソラゴンさん、ロシアのプーチンさんから安倍さんは2党も返さないと伝えていたんですよ。それがね、出てましたよね、なんかね、この間。うんうん、本当に、官民ファンド。うんうん、いやだ、だから、ちゃんとお,かお金を使うやつちゃんと使ってくれよと思いますよ、俺。 っていうのは思いますけど、ね。思いつきで使ってそうな感じが、うん。しちゃうんですよ。本当、本当。その場しのぎっていうかう。<laughs> いや、ほんまやったら、いや、日本っていうね、すごいいい国やとか豊かな国っていうんやったら、そんな。あの、ちゃんと生活していける。その社会にできるやろうと思うんですけどね。僕はあんまりようわかりませんけど。 なんでそれで老後2000万ためとかなあかんとかなんか不安になるようなねことばっかり言うのかなっていう、うん、いや思いましたけどね、うんえー、N 国の立花さ社民党との合併も考えると言ってました細かいなよね <laughs> 絶対ないやろ言うね絶対ないですね う社民党はないでしょ。<laughs> いやいや、まま、社民党、まあ立憲民主とかとね、一緒になる可能性はあるかもしれませんけどね、なんかね。うん、本当に。まあ、あでも、もうもうう結構でも一時間ぐらい喋ってますね、<あ>やっぱりみんな。 え聞いてる人やっぱ多いんでね今250人ぐらいの方が YouTube で聞いてらしてて、えー、ツイキャスでも89人の方がありがとうございますありがとうございます、えー、あっアメニさんにこう「チャンネル登録よろしくね」もう歌ってもらいましょうか <laughs> <あ> <laughs> 大丈夫ですか、ね、ではで,では「では <laughs> チャンネル登録よろしくね」 ありがとうございます,います生,生チャンネル登録よろしくねですからね <laughs> アメニジさんのねだ誰やこの喋ってる女性はっていうね思ってる人い,いてるかもしれませんけどいつもねいつもポンポンポンポ,ンポンポンプグリャンとねチャンネル登録よろしくねっていうのはこのアメニジさんなんで本当に。<laughs> わ、まあまあね。ちょっと写真を変えときました。あ、<laughs> これ,これ C C さん、はい立川。立川にちょっと聞きに<ー>演説を聞きに行って。あ、いろんなとこ行ってますね。ものす,ものすごいあのちょ、うん、もう聞きに来てる人がもう人数が半端なかったです、ね。<laughs> うーん。ーそうそういやパリね。 今度はアルトさんにもね、ちょっと C さんのところにね、ちょっと行ってほしいなっていうね、うんえー、思いますけどもそす、そうですね、本当です、ね、もう本当にもう、えース、スピカさん、えー、いろいろありがとうございます、えー、パンパンさん、はじめまして、初見です、ありがとうございます。 やっぱね、これ、こういうの見てくれるとは関心ある人ばっかりやと思うんですけどね、まあ、それはもうちょっと関心のないね、層にもあの届いたらいいかなというね、思いますけ、ねうんえー、ポ,ポポンさんとフグニャンさんなんですけど、ね、ポポンさんとアメニジさんがね、まあ喋ってます。<laughs> 本当にうん、もう音声が途切れたあ,なんかあっといいう間に1時でですすねまあ、まあ、あねねさ、うん、さんん声がいいですよ、ね、とアメニさん、ね、本当にあ,ありがとうございます。<ー>なんかたまになんかね 変な変なんか,変な変ななんかえ何変なってんのあれですけどねガハハハハとか笑ってますけどねいや<私>いやいや全然もうあれですよ <laughs> もう本当にまだまだねあと4日ありますから選挙運動はね,そ,ね、えー、それまでまた、ねえー、できたらいいかなと思う 私もなんか演説とか聞きに行ったら、結構楽しかったので、うん、なんかあの。皆さんもお時間がある時、ちらっと行ってみたら、いいん、いいんではなかろうかと。はい、<laughs> いや、なんか、あのー。うん、ちょっと。小池さんに握手を、うん、してもらったのが、ちょっと嬉しかったんです、私。ああ小池さんに握手してもらえます。<laughs> あ、よかったですね。そ,そうなんですよ、なんか、あの。うん 車の,あの上に上ってこう演説されてて終わってからなんか下を下りて来られてですね、うん、なんかこう皆さんと握手をされてたんで私もすかさず手を <laughs> お願いしますって感じでなるほど <laughs>、はい、いやよかったですねそうですねんか嬉しかったいやまあちょっとねまたねちょっとねちょ,ちょっとまたパソコンが重くなってきたんでちょっと <laughs> はいこの もうま,またお願いしますまたこう参院選中ね <laughs>、はい、ちょっとうす,、ね、もうすごい聞いてくれてるせいかなんか知りませんけどねすぐ重くなってしまうっていうやありがとうございますこれまたアップしときますん、ね、で YouTube の方に終盤ま終盤の情勢はねこんな感じということで、えー、皆さんあの投票に行ってですね 野党もっとねあのいいようにできたらいいんじゃないのかな。そうですね。まあ大阪ね大阪東京いろいろねありがとうございます。あとうございます。ということでまたまたよろしくお願いします安部にはい。はいまたお願いします。はい失礼します。ありがとうありがとうございました。 ありがとうございました。